軍事費がまあ倍になるわけじゃないですか、うん、これまで、うん、まさにその左翼の人たちがずっと反対してきたわけです、防衛費の増大に関して。でもほら、でもウクライナで戦争起きちゃったから、はい、やばいやばいってなって、もう今反対する人いないじゃないですか。でつい最近もアメリカからトマホークを一気に500発買いましたからね、トマホークもね買えなかったんですよ、あれ日本、要はアメリカとかイギリスとかそういったところのその組織から、あの国から、日本というのはその情報管理が甘いと、大事なうちらの大事なその国防上の機密は日本に渡せませんってなってたのを安倍政権の時に結構変えたんですよね。あのだから機密法案、あれが大きかったんですよ、はい、国の安全保障上の機密を、重要機密を漏らしたら罪になるという法律をしたんですね。それで初めてアメリカとかが、うん、あ、それやったら大丈夫やなと、日本に。トマホークもあれなかったら輸入できないですよね、多分。そうですね。